なくなるという。悲しい悲しい。ここか、焦り散らかしましたね。ここか、すごい、超近いじゃん。これも近いし、いいね。なんか入れるんかな、スバルちゃん。そのままちょっと低空飛行で飛んでみて、そのこの中。なんでスバルやねん。お願いします、大きいやん。あ、でもなんか、あ、乗れなくなったかも。あ、そう、飛行機で乗れない、うん、乗れなくなって。はいはいはい、あ、乗れなくなるんだ。あ、じゃあ、あ、ちょっと待ってね、モンボ持ってる。モンボ持ってるよ。ありがとう。で、ミコチがデイノニクスに乗り換えていこう。で、スバちゃんはキロゼの後ろに乗って。うわ、どんな感じだろう。初めて入るアークで洞窟。あ、ほんと。うん、ここまでいつもたどり着けなかった。楽しみ。うん、いや、洞窟も行こうよ、いろんな洞窟行きたい。ね、じゃあこっからはムキロゼもこのマップ初見だから、何があるかわからないけど、自分の身は自分で守る感じでお願いします。行くぞ、行くぞ。すごい、初めてキノコだ。ファンタジーだね、ファンタジー、キラキラだ。いいね、いいね。お、ね、これキノコであれでしたっけ、手渡しでしたっけ。そう、なんかキノコ生えてるやつを虫って、で、そう、光った、なんか金色のキノコでね、テイムできる。狭いか。あ、オッケーね。うん、もうちょっと奥、気止まりっぽいね。気止まりっぽいね、多分放射のエリアはね、下の方、地下に入るところがどこかにあるのかなって思うんだけど、それを、そう、ちょっと迷いながら探している。すげえ、まだ下に行けんのと思われるんだよね。でもどこなんだろう。穴なの？いや、それもね、わかんないんだよな。あ、そうなんだ。あ、あれ、これ光源じゃない？あ、バルブドックだ。光源来た。光源来た。バルブドック以外はいるんですか、ここの中に。え、もしかしてバルブドックがブサイクって言ってる？え、バルブドックだ。バルブドック以外って いるんですか？うわ、いるはず、いるはず。バルブドックのことバカにしてるの？みたいなのがいいなと思ったんですけど。まあでも一番こいつがね、光源範囲広いくて強いみたいなところあるよ。バルブドックを愛してよ。バルブドックがいい。バルブドックにしなって。かわいいよ。え、緑のやつと青いやついるよ。うん、うん、青いのかわいい。青いの。おしゃれ。うん、青くない方がしっかりとして強そうね。え、まあ、好きな、どっちがお好みかな。どっちが好みかな。君に決めた。おお、じゃあ0番に金のキノコか。いいじゃん、バルブドッグかわいい。ゲロゲロ出てる。はい、ちょっと嫌そうな声。ちょっとなんか声が可愛い。待って、自分で食べたし、今。後悔してる？盛り上がってないな。ルール、今自分で食べてない？食べちゃった、金のマッシュ。ちょっと待って、これいいよ。はいはいはい。かわいい。ありがとうございます。殴ったね。ちょっと、どこ？うちの裏、クワッパ出てる。裏に行っちゃっただけ。殴りそうに、殴りそうになってたよ。いいで。あれ？あ、金じゃなさそうだな。あ、金じゃない？あ、アクアホニャララ。あ、じゃあこっちにする。ルール、これ落としたやつを試してみてくれる？オッケーです。そっか、金は鳥か。違うやつだっけ、鹿だっけ。それをゼロ番にして、うん。足は可愛いよね。手足見れまして、はい。ペッチペッチしてる。お、あ、喜んでる。よかった。三回かな、多分手渡し。お腹すく。あ、トビネズミが。あ、じゃあこれスキンか。スキンだ、誰かな。これ見たいよ。あ、これも。はい。人が、なんかこうルイネが渡してる。あ、確かに。そっか、ちょっと離れる。離れとか。みんな。よいしょ。いや、
青いしちょうどいいんじゃないの。いいんですよね。そうそうそう。もっと可愛いんですもんね。まあ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 効率的に、いやでも可愛いと思ってるよ一番。可愛いやん。うん、鳥なんか、うん、鳥なんかシャバい、シャバいシャバい。可愛いだろ、ベタポッポ。うん、なんかもうありがちみたいなの。可愛いか分からねえわ。もうあ、あと1回だ。あ、あと1回、頑張れ。みんな、みんな距離感。距離感がすごい。名前何にすんの？名前何にしようかな。ベロ出してるからな。かわいい。ベロ太郎、ベロ太郎。ベロ太郎。ベロ太郎。ベロ、ベロ太郎、ベロ太郎。ベロ太郎どう？いいじゃん太郎。ノエル先輩っぽい。太郎に反応してる。ベロには反応しなかったけど。ブサカはベロ太郎。ベロ太郎。かわいそう。それ。ブサカの。おお。うん、それさ、肩に乗せられるからさ、肩に乗せてみて、はい、乗せてー、乗るのー、ブサカワベロ太郎みたい、ブサカワベロ太郎マジでかわいい、かわいい、それ本当に思ってる、マジで、え、むしろ待ってねえの、スバル、いや、肩に乗せれる、本当にこいつ、ブサカワベロ太郎なに、え、ブサイクのやつ乗せれないってうん、あー、かわいい、いい、いい、お尻可愛いありがとうございます。ブサブサカちゃん、可愛い、ブサカダメだ、ヒーローになるんですよ、うん、え、ちなみにルイ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 、はい、自分がさ、例えばどっかでさ死んだとするじゃん、はい、だいたいそいつ自分が死んだらやられるから自分の命と同じぐらいに、うん、思って、そう守って生きて。二人分の命なんや、二人分の命。そう。自分だけの命ちゃうんや。必ず守ってみせます。頑張れ。頑張ろう。ベロ太郎生きてな。はーい。いいぞ。頑張ろうね、ベロ太郎。ベロ太郎。ベロコ必要じゃない。明日もいい。あ、ベロコ。ワタメもベロコ。もう一匹歩いてるけど。あ、わたべいるよ。あれ、メス？オス？メスでしたよね。お、あ、じゃ今日のブサカベロコじゃん。ベロコ。ベロコ。やばい。名前決められてる。ベロコのカップルだ。メスですよ。ブサカベロコ。ちょうどいいね。地面の犬と一緒だな、こいつ。じゃあ、これです。あたい、ゼロに当たり。おめでとう、相手がもうできたわ。これ。兄弟なのかな。一緒にいたしね。ですよね。そう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 。あれな、人事だから可愛いって言ってた感じかな、これもしかして。そんなことない。嫌そう。なんかちょっとね、可愛いって言ってたのに。ゼロ番にセットして近づいて C で近づいて歩ってる姿がチャーミング。表面結構きついっすよこれ見る。きついとかないよ。結構きついだけど、結構表面きついって見た方がいい。かわいい。ペップが感じるかわいいよ。いやペコちゃんも高原生物の方がさ、よくね？ペコちゃんも。ペコは高原生物とのあの可愛いあのやつの方がいいっすよ。いやペコちゃん効率中だと思ってたけど、これ違うんだ。そういうの。効率の時もありますけど、さすがにきちい。おい、どうすんだよ、スバルが。運でああいうのが生まれたら。ああいう感じで生まれますよ、スバル先輩の腹から。マジでどうしよう、キングでしっかり取るんで。ベロ太郎の子なのか。あの子、ベロ子、ミコの方がいいのかい。メロコ、こっちコヨのこと見てる、コヨのこと見てる。なんか、なんかなすりつけ始まってない。ママだよ。ママだよ。あ、うんこした。かわいい。うんこよくできたね。大丈夫か、そのすごい自分で取れてる。
プレッシャー。ママだよ、ママだよ。あ、秋ごぜだ、秋ごぜの方に手が届く。いや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 、わため先輩にママを感じてない。みんな真剣を譲り合ってる。空いてたらね。上うんこ、上うんこしてる。あー、出た。ナイスナイス。これカタカナ？え、ひらがなでもいけるはず。ベロまでカタカナ。大阪はベロまで。こだわりあるな。ベロくん、かわいい。今スバルちゃんの可愛いに感情一切感じなかったのよ。ね、え、嘘、めちゃめちゃ感情入ってたのに。嘘嘘。嘘でしょ。美しい？ちょっとやばい。うん、まさから実況で心を失ってるかもしれない。いやー、そうなるよ。うん、可愛いよね。普通に本当はムキロゼがやろうとかやろうかなと思ってたんよ。光源も。可愛いね。そう。可愛いよね。もうケツァルやっちゃったからな。お似合いお似合い。お似合い。意識しっかり持って。意識持ってる。うん。おお。来た来た、すごい。出みよう。え、すごい。いいね。こっから公園。え、公園のか。まあ、ドキドキしながらまず赤い水晶みたいなやつをカンカンしよう。あ、あるよ、前あれ。放射能、みんな着てるよね、ハザードスーツ。着てる、着てるよね。これもう一回確認。シャドメも HP ちょっとずつ削れてるんで長時間は入れないかも。わかった。うおー、すげえ。あ、出てくれた。やばい。わ、カニ。光、光の生物持ってる人。いい、いいから手を叩く。いいから手を叩くで光も出せるんだけど、レクチャーする場に来ちゃった。スバルちゃんちょっと降りれる？はい。もう一個やれるやつ。よし、え、光源生物持ってる人、いい長押しして手を叩くっていうやつある？あ、T かな。 T か E か。T か。 T な、 T 長押しで。え？大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。いってるいってる。オッケーオッケー。よかった。ちょっと岩に隠れる。乗っていい。ここにいるよ。オッケー、乗っていいよ。多分大丈夫だと思う。ありがとう。うん。T、T な、T 長押しで手を叩く。エモート、エモート。うん、そうだ、エモートの手を叩く。うん。あ、拍手かな。うん。で、なんかフワーンって光った？あ、光った、光った。オッケー、オッケー、じゃあ、この近くにいれば、今のネームレスっていうやつは湧かない。うん。一回湧いちゃってると出てきてるかもしれないけど。あ、これ、これは？これ叩いてみるか。あ、これだー！みんなー！みんなー！こっちだー！みんなー！乗って！来た！来た来た来た！取れた！すごい！赤い宝石がね、この、見た目がこのでかい方の水晶だったわ。これこれ。うん、ちょっと取ってこう。うん、こんなに持っちゃいけないんだ。あったあった。この、うん、このでかい水晶から取れたわ。これか。うん、こっちだった。あ、これだ。これ取ったんだね。これ建造物だよって言っちゃったやつでした。よかった。じゃあ一旦放射能エリアを出よう。うわぁ、ちょっと倒してくる。いやびっくりした。うわぁ、突然来たけど、ここの中、えぇ、ー
急に、うん、なんかプチレイドかこれ。プチレイドかビビらせの。これでお家に帰ろう。ピューン。よいしょ。すごい。逃げるよ。いや、わためもうデイノニクスとバルブドッグでね。でも今日からだっけ？今日から。今日からよね。よいしょ。なんかすごいことなってる。いっぱいいるな、なんかここやばい。ジュラシックパークに来たみたいだな。うわすごい大迫力。今迫力満点なコースを通ってね、よいしょ、ジュラシックパーク気分を多めでお送りしております。うん、よいしょ、のえちゃん帰ってこれるか。うん、そう、あ、全然行き過ぎたわ。かっこいいっしょ。かっこいい。褒めるとね、もっとかっこよくなるからね。そうそう。あっちゃん。はーい、ただいま。はい。スマイルさ、あのさ、ガスのあれができるまでさ、鉄鉱石取ってていい？あ、もちろん。でももう秒で多分できるよ。あ、わかった。じゃあ石だけ置いてくる。オッケーで、誰と行く感じにする？ペコラがなんか付き添いたいらしい。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあその二人にお願いしちゃう。うん。赤い宝石旋盤に入れてほしい。わかった。うん。はい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 。うん。この方は範囲を広げたらいいですか？うわ、どっちにしよう。範囲かな。範囲。え、なんか待って、レイド来るわ。レイド来るわ。うん、突発レイド来る。まあね、だと思いましたよね。やばいやばい。無理なんだけど、待ってこれ。待って、そこに待ってたばっかりで、よく窓を。大丈夫かな。わため、わため。わため、コンテンサー、ボンボンに入れて。え、ねえねえ、これ壊されたやつさ、回収しないとさ、壊れなくなっちゃうよね。あ、なくなっ、なくなっちゃう。どれが、これ、これ肉全部持って、あ、冷蔵庫、蜂取っちゃうよ、これ。あ、取っていい、取っていい。え、冷蔵庫って今、え、冷蔵庫ってどこに入れてる？置いてる？あ、壊されちゃった？そう、全部壊されちゃって、レイドマッチ。なるほど。じゃあちょっと急いで冷蔵庫作るわ。冷蔵庫作るね、冷蔵庫。今冷蔵庫作るね。ありがとう。よいしょ。まだ動いなくていない。戦争のエレンではない。あ、大変。はい。ベロなんて2階に置いといて、攻撃モードみたいにしとけば役に立ちますかね。今ってあれだ、シャドメで戦うんだっけ。はい。そうだね、2階か。あ、そう、2階って今どうなってんだろうな。外見れるところなら、うん。おい。よいしょ。モンボが余ってたら、見えたこっちょいね。ちょっと待ってね。あ、それムキロゼのやつ今全部そのまま。あ、これ、うん、肉。あ、
ほんとだ、ちょっと待って。大丈夫だよ。やばい、ちょっと待って、それだとやばいかも。いや、いけるか。ちょっと怖い。これかな、逃げるのが多いかも。ちょっと離れたところでやってみてもいいかも。この流れ、しないのがいいかも。ほら、なんで。よいしょ。やばい、なんか画面が。ステモー。よいしょ。文明室に座ったら文明室が進んで壊れるから。ちょっと質問があるんだけど、うん、シャドウメインのスキルとかどうやって使えますか？あ、そうだね、左クリックで攻撃、うん、で右クリックで体の下にね戦ってるとゲージが出てくるの、うん、あ、ちょっと待って、で、ゲージがピンクになったらスキルが使えるから、右ジョーは右クリック、うん、わかりました、かな、うん、あとでもう一回教える、うん、うん、あと1分、あと1分、うん、ごめんね、ちょっと適当になっちゃった、ソーリー、頑張ります、 That's right, I know enough。 マジか、はい、今日のさ、レイドさ、今からのリーパー来るかな、いや、まあ来るかも。だから光源生物リーパー来るんだったら、うん、いちいちでさ、うん、こっちと左右にいちいち置いといた方がいいよね。そうだね、オッケー、うん、ルイちゃん、ルイちゃん、やっぱ自分の荷物、ロッカー欲しい、ここも、あと1分、オッケー、今日さ、リーパー来るかもしんないからさ、左右に1体ずつ光源いた方がいいかも。むずいなぁ。え、ヒーラーいないの？あ、ヒーラーロボコさんがいるかな？あ、オッケーオッケーオッケー。よかった。トムル、トムル。あ、オッケー、ここに、待って、鉄鉱石が落ちてる、ここに。よいしょ。スタートスタート。やばい。いや、今もうこの300も、もう1回で取れる。こっち来るよ。オッケー、閉める、わー、そこでかいでかい、閉めるよ、でかいでかいでかい、でかい、やばい、高原の人、高原の人、高原の人、川側に来て、川側、高原持ってる人、こっち来て、川側に来て、高原持ち、ルイ、高原持ち、光らせて、光らせて、オッケー、ナイスナイス、いいよいいよいいよ、いや、I don't know about this。 よいしょ、右側、右側、オッケー、ナイスナイス、これ光なかったら終わってたぐらいダメージが全然違う、よいしょ、デイノニクス L 頼んだ、オッケーオッケー、よいしょ、カニいっぱいいる、ありがとうございます、よいしょ、ちょっとレベル上げのためにちょっと素手で、ちょっと素手で戦うなんて、そんな感じをちょっとね、そんな余裕はあるかどうか、ちょっとまあきっと今もう大丈夫そうの雰囲気を読みまして、リーパー来た、リーパー来たよ、光源がいれば大丈夫だよ、光源いれば大丈夫よ、ウンベース作ってもらったばっかりだけど、絶対枠気するからさ、ちょっといてほしいかも、たまどうだ、あ、ナイスフィー、終わっちゃったもん、あー、オッケーオッケー、練習か、よかった、よしよしよし、イモタロありがとう、よし、終わっちゃったよ、クソレベリングチャンス、クソ勝ってる、ほんとだ、これ光源だったのか、オーウェー、さすがや
ボークがやりましたけど。いやマジで光源取ってきたタイミングだったなこれ。いやー見てたなこれ。練習やってたやん。産む時にまた来ないか心配だよ。いやあるよ、みんないない時に来る可能性もあるからね。怖え、うん、よかったよかった。うん、撃ってくれ。いいよ、あと3分の1。はい、後ろ当てる。オーケー。やっぱ思考のクロスボウ強いな。ちょっと動くよ。やばい、レイド来る。待って、とりあえず寝かせてから行こう。もうすぐだから。オーケー。うん、大丈夫大丈夫。もうちょっとで打ち続けちゃおう。寝ろ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 。いよいよいよ。よいしょ。打てー打てー。寝ろ寝ろ寝ろ。水で寝るなー。こっち水行くぞ。やばい、水行くんじゃない。あー、ここの岩が厄介だな。やばい、全部ムキロゼに当たってるかもしれん。なんか当たってないな。あ、ごめん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 。いや、ちょっと動きながらね。ちょっと、ちょっとここのがやりにくくて。あ、火だ。やめろー。寝たー、寝た、ストップ。オッケー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 。で、霜降り肉、霜降り肉入れるわ。霜降り持ってるかな。入れてくれー。オッケーオッケー、入れる。よかったー。よっしゃー。ナイスナイス。帰ってレイドの準備しなきゃ。オッケー、帰ろう。よいしょ。よし。これロボちゃんだけどここいる感じ。ウサカワベロ。まあこれ多分襲われないと思うけど、どう？じゃあ置いて置いて帰ろうか。帰ろう。見守るもできないもんね、戦うあれがないから。そうだよね。置いて、うん、ませんよね。ね、え、これすぐに来ないの？すぐに来ない。レイド終わった後に来ればいいと思う。うん、サクッと終わらせよ、レイド。これでクソ強いの来たらどうしよう。光源持ってるかな、ルイ。あ、ルイルイの光源が頼りだ。ルイの光源が頼りや。そこは、あった、いる、来た。オッケー、来た、オッケー、来た。なんで遠いちゃん。やべえ、堂々堂々レックス来た。330。やべ、くそ、ぬー、堂々堂々レックス、堂々レックス来た。デイノニクスがいい。デイノニクス、デイノニクスが頼りだ。気をつけてね、死なないように。あと21万体力あるから。ちょっとやばいか。あと11万。オッケー、あと67000。いい削りできてるよ。いける。いけるぞ。皆さん大丈夫ですか。ナイスナイス。あ、フィーンだ、フィーンだ。終わった。おー、終わったよ。あれ多分こういうのも来るでっていうあれだったな。あー、チラミセドードーチラミセドードレックスだ。うーん、